皆さんこんにちは。今日はパワプロプロ野球2022で、もし北海道日本ハムファイターズにバッターで村神様を日本ハムに入れたら優勝日本一になることができるのかという検証をしていきたいと思います。では早速やっていきましょう。村神様の能力はこちらです。村神様が来ましたが、優勝することができず最下位という結果に終わりました。今年はエスコンフィールド北海道にファイターズは球場を移すので、ぜひ優勝してほしいですね。ご視聴ありがとうございました。また今の登録者数が17人なので、目標の20人まで3人なので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。